おはようございます。ヤガペッティです。今ですね、葛飾区のですね、ちょうど江戸川沿いのところですね、葛飾区水元公園の近く、ここにいます。ここをね、一応スタート地点とねしたいと思います。天気はね、今のところ問題なさそうです。ここから少し、雨になるかもということなんですけれども、とにかく安全運転でね、今日1日目は宇都宮まで向かいたいと思います。今日からね、約3泊4日で、仙台まで自転車で向かいます。ムネさんの販売会ね、会場でぜひ、お会いしましょう。では、今日というか今回もね、ちょっと一緒に、旅をする仲間がいますので、ちょっと見ていただきましょうか。はい、こちらですね。前回大阪まで行った、同志チェブラシか。で、ぐるっと回って、こちらにいるのが、リラックマさんですね。今回もね、クマとチェブラシカと私の3名体制でね、目的地仙台を目指したいと思います。とりあえずね、今いる江戸川サイクリングロードを、ずっと向こうの方にね、北の方に走っていきます。ではまた、次の中継地点でお会いしましょう。